台湾の総統選挙は今朝投票が始まりました。与野党3候補が大接戦となっています。台北市内から中継です。はい、中学校に設けられた投票所です。有権者らが続々と入っていきます。台湾の新しいリーダーを決める選挙、一票がどんどんと投じられていきます。こちら今朝の台湾の大手紙なんですけれども、各候補昨日の夜の最後の訴えを紹介しています。与党民進党の頼清徳候補は、民主を守る、そして最大野党の国民党侯友宜候補は頼候補との対決、そして第三勢力民衆党の柯文哲候補は未来を変えると訴えました。各陣営に話を聞きますと、勝利への自信と同時に対立候補に負けるのではないかとの不安も聞かれました。投票は日本時間の午後5時に締め切られ、今夜にも大勢が判明する見通しです。